じゃあ、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> ねえ<ー>、ゴスコンリモートというはい。なんだかね、斬新のような、<laughs> 寂しいような、なんとも言えない、そうですねん。時代に合ってると解釈していただければ。そうだね。さあ。はい ここのところちょっと偉いことに見舞われましたね。<laughs> そうなんですよ <laughs>。まずそこ,こからえ、そうですね。ちょっといいですか、えー、その話。僕の Google アカウントが乗っ取りにあいまして。うーんはい、で、今、Google さんと復活に向けてやり取り中なんですけど。あまだじゃあその復活には至ってないんだ。えそうですね。チャンネルはあの今ない状態です。えっ で、えっと、グーグルアカウントは取り返せたんでですよ、うん、でもそのハッキングにあった際にうっと本来変えられないはずの僕の Google アカウントの、えっと、登録メールアドレスっていう Google アカウントを作るときに、うん、じゃあこのアドレスで登録っていうのを僕まあいとあるヤフーメールにしてたんですけど、うん、そこが g メールに強制的に変えられちゃってて、うん、本来それ絶対に変えられないものなんですよ。 うで、それが勝手に変えられてるもんで、えっと、それを直さないと、ちょっとチャンネルの復旧はできませんっていう状況なんですね。<う>で、あのうん、こっちでは絶対にできないんですけど、グーグルさんもあの、こういう手順で変えてくださいっていうのしか、今、言ってきてくれてない状況で,、うん、で、いや、できないんです、じゃあ、こうしてください、いや、できないんですって、それが続いてるんですよ。 うん,うん。なんとも歯がゆい。そうなんです。ね<え>はい。もうなんとかするしかないので、とりあえずまあやりとりをしてる状況ですね。そうなんだ。うん、はい。まあとりあえず、奪還もできたんだね。アカウントは奪還できました。うん。だからまあ編集ソフトもいじれるようになりましたし、で、あの、過去の。 えと作品、あのドラグーグルドライブってね、クラウドに上げてた分もアクセスできるようになったので、うん、今、自分のパソコンに順番に引っ張ってきてる状況です。うううん、うんんんはいだねそなで、まあ、何が原因でそうなったのかっていう部分は、なかなか、なんか、ややこしい部分があるのかもしれないんだけど。うん うん、でまあ一応言っとくとあの、エロサイト見てたわけではないです。本当に。そういうことではなくて。ねえ、何が原因でそうなるのかわからないよね。本当にね。そうですね、うん。そう。なんか、一時俺の友達があの仮想通貨、仮想通貨っつっていろんな仮想通貨が出始めた頃あるじゃな、ね、いはい。あの頃にその、自分の友達から紹介された、 またビットコインみたいなな,なんとかってやつをこう,こう割とこう買ってた。ああでそれ俺にも進めてきてたりしてたんだけど、うん、いやいやいいわいいわって俺もいろんなところからそういう誘い来るけど今のところは俺も生活してるから今はいいわって言って俺は断ったのさ。はい。そうしたらその後のえら偉いことになったみたいで自分のあのなんていうの まあその指定した口座にまあ何すかねこう自動的になんかこう入ってくるみたいなそういうシステムだったらしいんだよねはい本当にねそのレートによってこう上がったり下がったりっ、はい、上がるときばっかりをずっと見て喜んでたら、うん、下がったらがったりなくなったらしくて自分の口座がああ。<ー>うんだそんな引き出しまでできるなんていうのは普通はありえないことじゃないはいねえそれでねなんかね 80万ぐらい損したとかって言ってたね。うわあ、きついっすね。<っ>損したというか、損したっていう言い方は随分、鬼弁に聞こえるけども、うん、いわゆる詐欺られたってことだよね、つって。うん。そうですね。うん。まあ、うん、そういうことかなって言ってたね。うん。よかったんなくて。ああ、そうですね。いや、でもいろんな詐欺の手口あるんすね、本当に。あるって。ね,ねもうね、うん 何年 ?5 年ぐらい前になるかなはい。Facebook の俺のアカウントに、はい。ある一人のアメリカ人女性からダイレクトメッセージが来たのさ。はあ。で、その女性っていうのは、こう、Facebook、その頃なまだメタじゃなかったから、株式会社メタって言うなかったから、はい。要はその、ザッカーバーグと並んで一緒に写真撮ったりするから。お<ー>えお<ー>で、その Facebook の中、その後ろに、 こう背景があるようなところでこう撮っててさ、はい、でフェイスブック社に、フェイスブック社って言ったかどうか分かんないけど、うん、でえこれこれこういうそのまあ外国の経理をやってるものですと、うん、でこの度あなたはその世界中のえまあそれぞれのこうフェイスブックが使える国、使えない国ってあるじゃないその国によってはね。はい でその使える国の中からその選択した、選択された、まあ日本人の中では、えー、百何十番目ですかなの、<う>えー、ある候補に上がりましたと。はぁ、あ。で、他にはこういう人、こういう人、こういう人っていうのは、本当になんかその実在する人たちのアカウントが、ばーっとこう、ちょっとごめん伏せてあるんだけど、書いてある。はい、あ、で、その中に諸見ちゃんのとこ入ってて。ほ、うんで、う、えー、まあとにかく、その、まあ、インフルエンサーとして、 そのフェイスブック社が認めた、えー、まあ、人物だと。うん。なので、これから先、いろいろと、その、フェイスブック社をこれから、大きく躍進していきます。うん。そのために、いろいろと、お手伝いをしていただきたい。まあ、もちろん、これはあなたの同意があってのことなんですが、点点、うん、点々と書いてあるね。おお<ー>。で、あの、手伝っていただきたいので、その、当面の資金援助として、 ね、六百何十何万何千何百何十何円って金額だったよ。はあ、それをあなたの口座に振り込みますと。はい、あ。なので、えー、あなたの口座番号を教えてくださいってこう来たから、はあ、いやなんか来たなと思って、はい、あ。いやいやいや、そんなことないでしょうと。ね。はあ、そんなバカなことはね、どっかに登録した覚えもね、確かにフェイスブックは昔からずっとやってはいるけど、でもそんな、そのせん、なんか、 選抜があるなんてことも聞いてないし、うん、いやでもこの写真はこ本物だよなって思ったりとか、こううん、なんかこう変な葛藤があったわけさ。はい、であ、まあいいや、あのー、もう本当に捨ててもいいような構座があるから、はいうん、じゃあ一つちょっと地方講座だけども、それ伝えとくかなと思って、はい、その講座伝えたさ。 頼まれて作った口座なんだ、昔。はい。で、それをその伝えたの。そしたらあ、ありがとうございます。って言って、あ、これはどこどこのその地方銀行の口座です。かすごい詳しいの、ね、よ。おおってやつを。で、わかりましたって、本来であれば、その大手都市銀行がよろしいんですなっていうような、そいろんなそういう変なこだわりまで見せてくるんだよ。<laughs> それでう、じゃあそちらに振り込む。 ということでよろしいんですね。お分かりよろしくお願いします。わかりました。ところで、えー、この度のその資金援助に際しては、実はお金を振り込んで、それで終わりではないんです。お<う>こっからが、本筋なんだよ。ね <laughs> 終わりではないんですと。はい。私たちと、あのー、一緒に、まずその、フェイスブック社に来てください。うん。 すごいくない、はあ、それで来ていただいた時点で、えー、私が直接あなたに目録をお渡ししますと。はい、その目録のその樹児の様子を写真なりビデオなりに撮って保存しておいて、うん、今後のあなたのそういう活動インフルエンサーとしての活動にお役立ていただけるものをこれからそういう,う情報商材として作成したいので。

いやまあ、もちろんこっちから行くことはやぶさげではないんだけども、うんうん、だけど、えいつ、どういう,うに、どこへ行ったらいいんですかって言ったら、いやあのこれこれ、こういう手順を使ってきてくださいなんかすごいめんどくさいこと言ってきたから、いやあの、申し訳ないんだけど、そんなめんどくさい手順は踏めないし、で、一回途中でハワイ寄ったりなんだり、そんなことはしてられないので、うんうん、ちょっと無,無理かなってこう書いてあげる。はい、そしたら、それじゃあ、こちらから、 私と私の経理この2人ですっていうそのちゃんと写真を3人並んでるところの「はーい」って言って「はーいまさみ」って書いたんだよ。でその写真を撮って私たち3人がそちらに行ってこういう目録ですっていうのを、はい、紙ベースにしたものを写真撮ってんだよ。はい、ウェブ上じゃなくて紙ベースにしたものをちゃんと俺の名前が「こうまさみ中村」と入ってて、うん。 で、金額と、で、そういうのが入ってる目録、あと俺がサインすればいいだけ、こっち側にはザッカーバークのサインがあって、はあ、その反対側に俺のサインするランタル空白になったわけよ、はあ。これを私して、あなたに私たちの目の前でサインしてもらったものを私たちが授受して、そこで初めて、それじゃあ今から振り込みますっていう形で、あなたの見てる目の前で銀行口座に振り込むんですってわけ。はあ。うん。だから、それじゃあ私たちがそちらに行きますと。はい。そこで えー、まあ小なるお願いなんですが、うん、私たち3人分の渡航費用を振り込んでくれ出たんってなってはいんいやその渡航費用っていうのはいくらなんですかってまあその頃まだその冷凍が今みたいにファンテじゃなかったからうんうまあ3人でなんだかんだと思って20万近くだったかな、うん、それを 振り込んでくれって来たから、いや、だったら、あえて言うんだけど、俺がもらえるその6百何十万なんからそれ、サッピーとりくれよって。あはいはいはい。えそれはできませんと。<ー>あくまでもその、振り込んでいただいて、それからの話になります。要は、その、その、十何万が欲しいだけ。ねそんなちょっとで。そう。はあ<ー>。怖くね怖いっすね。 そ,うそれで俺、いや、申し訳ないけど、俺は振り込みは一切しない。たとえ1000円であっても、うん、俺はもう絶対にこういった話では、たとえおがくれるって言われても、俺は振り込みはしません。こんな大きなビッグチャンスを、たかだかその20万弱のことで、不意するのですかそんなバカなことありえないって言って、それから書いてくるんだけど、もうずっ無視してたよ。来なくなった。 それからしばらくした頃に、実はこういうので、詐欺メールが来ましたって、フェイスブックボンボン上がってて。ああ。なるほどね。<laughs> ええー。なんかでも、でもその、日本で20何位にっていうね、うん、その数字もなんか、本当うまいとこつきますよね。そう,そうなんだよ。うん、だ日本から、日本であなただけとか言われたら、うん、はいはいはいって、プッと切るじゃん。うん。そんなに嘘に決まってるじゃんってなるじゃん。うん はい、日本にいる二百何十人の中からあなたがっていう、そのあなたが何十人の中にあなたも含まれていますみたいなこと言われればさ、はぁ、あ、<laughs> すげえなあって。<laughs> ちょっと六百何十万入ったら、新しいタイヤとホイール買っていうの、いろい考えたけどね。へぇ、そういうのうまくやるんすね、やっぱり。ああ、もう手を返しの声だよ。 うん。ほんにに選んだのがいるけどさ。あ、はあははあ、そうなんすね。うん、まあ、手を替えで思い出すんだけどね。はいはい。トップページのストアというところから見るだけでも見てください。及川さんが描いてくださった僕らのイラスト、激にありがとうございます。

一枚分の写真を画面上に出すために、二分も三分もかかった頃だよ。はいはいはい。で、出てくんだよな、こうやってな。はい。で、途中でエーになっちゃったら、そんなさ。ああ<ー>。そんな時代に、ちょうどその携帯電話にもアイモードっていうのが取り入れられて、うん。ああ。 そうか、そんなことができるようになったんだと、俺もすぐその携帯買い替えだからね、ダイモード。な、なんだこの真ん中のぼっちが使いづらいなとか、そんなんで、全然色がなんだよこれ三色画面のわけわかんねえこんなんじゃって、そのうちフルカラーだったりするじゃない。はい。こんな時代にチェーンメールってのが流行ったのよ。ああ、ありましたね。うん。もうこれをすぐに、 何その10分以内に5分の人にこれを回さないとあなた不幸になりますみたいな。うん。うん。その中で、ものすげえ、俺いまだにね、ちょっとね、トラウマ中に嫌な画像なんだけど、うん、はい。女がこう真っ暗の中に、ぬらーっとこう立ってるっていう、割とこう縦長の画像なんだけど、 中心あたりに割と大きく、その、まあ、暗い中に、暗い感じの、こう、女が立ってるってそれともすれば、なんか画面に光なんか入っちゃったら全然見えないっていうね。あ暗いところでこうやって見ないと、いる,いるいる。いる女がいるんだ、これ。で、その当時なんかあんまりこう回んないもんだから、そ画面の焦度明るくしたいとか、そんなことあんまりパッとできない時代だから。はいはい。 ん,んだよ、これって。これを三人の人に回してください。起きたよ。うん。うん。面白いな、ちょっと回してやろうって。三 <laughs> <laughs> 人回したさ。はい。そしたら、も、ま、う、あ、俺の先輩のところで俺、その中で一つ回しちゃったんだ。だよ、お前さっきのあの、変な写真だかえだかわかんないけど、変なの送ってくるんなよな、気持ち悪いの。 最近そういうの流行ってるなみたいな話をしてたら、うん、同じのがまた送られてきて<う>でこの,この画像を3人の人に送ってください何回も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 来るわけよだから、うん、ああいやこれ下手したら仲間内で回ってるかもってそれ<う>でその俺が回したやつらのところに その先輩を含めて、もう一回ちょっとメールを打って、あの、こんな時間にすみません、あの、先日俺が送ったちょっと空っぽい感じの女の画像なんですけど、あれって何人に回しましたかって、こんなこと失礼なんですけど、何人に回しましたかって書いたら、はい、いやいや、あの、忙しくてそういうとこじゃなかったんで、そんなこと回してないよ、誰も。うん、誰にも回してない。 誰にも、あれ誰にも回してない。じゃあその、さっき怒って電話をした先輩のところはって言うと、あ、俺だって回してねえよ、なんだ。俺だってもうね、そんな、こんな気持ち悪いの嫌だから回してねえ、誰にも。あ、そうなんだ。じゃあ、他のところから来てる画像なんだなって思ってたわけよ。はい。で、そんなことがこう、何回かあって、まあ、そのうちに、うん なんていうのかな、まあ、?YouTube 的にはよくないのかもしれないけど、こう死体の画像とかさあ<ー>、うん、なんかそういう人がななん電車に引かれる瞬間の、なんかそういう映像だとか、ショートの、ね、映像だとか、そんなのまで回ってくるようになっちゃったよ。あ<ー>うん、で、これダメだと俺もとにかくこういうの一切消そうって言って。で、またそいつのところでいちいち返信して、こんなの送ってくんなみたいなの書くとめんどくさいから、全部ほっといて全部、うん、はきはきはき,はきしてたね。 はい、そしたら、ある日俺が、自分がいつも使ってるパソコンがあって、そのパソコンっていうのは、えー、自分のところで、えー、ホームページに出してたネット通販の商品であるとか、うん、まだその、えー、ヤフオクがまだ出品がフリーだったからね、当時。うん、だからその,うんそのヤフオクにその商品を出品したりなんかするときに使うための専用のパソコンっていうのを俺、1台作ってやって。はい それでこう、カタカタやり始めたのよ。うん、で、俺はもう ADSL だろ、んだろうって、そういうのがもう入るの、割と早かったから、はい、みんなが割とこう、いや、重いねとか、もう土地でエラーになっちゃったよとかって言ってる頃に、普通に割と快適にネット環境は構築してあったんだ。<ー>で、俺は、ある日、うんと、ヤフオクの方、返信、なんか質問も来てるし、 えーっと、と思いながら、ヤフオクのボタンを、ポンって、ま、あボタンをっていうか、ポンってヤフオクにアクセスしようと思ったら、うん、バーンってブラックアウトしたらね。そう。あれあ、なんだこれ叩いてみたくらい一緒だ、医者さん。ああ。俺なんで、俺、サー電テン入ってるのあ、モニターもついてるじゃん。え、なんでこれ暗くなっちゃったのこれ。なんで うん、なんだろうって思ってたらあの頃さみんなさパソコンのこう両側のところになんかあのなんて言うのちょっと音楽なんか流せるようなスピーカーがと置いてたじゃんですよ別売りで。俺もそれがおつこう置いてあったのいまだのこうあるんだけど坊主のシステムがあってこ、うん、こにポンと置いてたのよそいつがいきなりバ,バ,バチ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 ってビビビビピピピって言い出したんうん。でうわ、ねうん、びっくりした、なんだよって。

それをよく見てみたら、あの時、チェーメールで回ってきた、あの、女の辛い画像が、一枚だけ、ボーンと上がってきたわけよ。へぇー。で、俺、え、なんで、これ。え、どっからしてんのこれ。なんか俺、からメールと思うんだけど、どっからも何にも入ってないの。うん。で、俺、気持ち悪くなって、もう、Windows だからさ、もう、調整終了すると大変なんだよ。おぉー。俺、チクが始まっちゃって。はぁ、はあ、はぁ、はぁ。 うん、それでちょうど、も、ま、う、あ、その頃はもう98になってたのかな、うん、だけど、どこをどうやったって消えない。そのリセットの方法ってあるじゃないオールと何落押しながらあこってあ,あるんだよそれをやっても消えない。はい、いや、これ参ったな、お前。と、いや、今日接種するかしょうがねえなめ、めんどくさいなと思って、サーバーのボタン長押しして、うん、ちょ,ちょ落ちた。 落ちると、こう、今まで待ってたファンだとかなんか、うん、静かになっているじゃね。はい、で、その静かになるのを待って、大体1分ぐらい待って、もう一度電源を入れるっていう、うん、感じじゃない。だから、もう、壁の時計見ながら、いいかなとか。っと電源を入れた途端、うん、このスピーカー両側、電源入ったままになってるじゃん。はい。

うん、で、えー、そのところ、ちょうど出始めだったのが、ウィルスバスターの、うん、あの赤,赤と白の。あれが出始めて、それも俺、これでウィルスバスター入れたんだってなと思って、それのチェックをかけようと思った。だからその前にまず、ハーディスのチェックが始まるわけよ。それでもよ20分ぐらいかかっちゃうんだ。とりあえずそれが終わるのを待って、で、うん。 とこれ、これだよなと思ってんで、ボンってリサー,チサーチをかけたわけ。何にも出てこなかったんだよ。はあ。それで、そのブラウザをバックしてみても、どこにもそんな画像なんかないし、はあ。どハードリつくの、どんな記憶域を探ってみても、あの画像なんかどこにも保存されてなかったんでね。ええー。あれ、あれ、気持ち悪かったな。すっごい、本当に気持ち悪かったよ。あ、そうなんすね。 もともとチェーンメールとして回ってきたのは、そうそうそう。で、それ、それはどこから来てたんですかうんとね、まあ元々、もともと、俺がその頃その車の部品の販売をやってたんだけど、はい、店舗とは別に倉庫があって、はい、その倉庫の方からいろんなその雑誌ツアーだとか、ネットツアーなんかのものをどん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 毎日。 もう何十個も何百個もこう発想してたんだよね。あーーやってくれてるスタッフがいて、その中の一人の男の子からだったんだよ。ああ、知ってる人ってことですよね。とりだったんだけど、ーはーで俺らはそのことをそういうふうにこう、えー、表示名が「鍋」って書いてある。それは渡ってことなんだけど、「鍋」って書いてある。<え>で俺、そんなことがあったもんだから、うん、あったかもあいつ変なものよこしやがっても、えらい意味があったなって。 と思ってる中でもって、俺はそ倉庫に行く用があったもんだから、倉庫に行って、で、あ、お疲れ様ですって言うと、なめちゃんなめちゃんなめちゃん。もうダメだよ、お前。変な、変なの送ってこないでくれよ。何なんですかっていや、何がですかじゃなくて、この間、お前俺のところに黒っぽい、変な女,女がボーッと映ってる、変なの送ってきたろチェンメルみたいな、三人に回してくれってやつだよ。いや、嘘もうそんなたことないです。いや、え したことないんです。だってそんな、そんな、そんなちょ、待ってるねちょっと。って言って、ビビビーっとこう、遡るんだよ。遡るんだけど、どこにもないよ。ええー、マジっすかうん。ロックにもな。はんこしないですよもう、そんなことしてる人もないですよ、ええー。えー、えー、じゃあ最初から心霊じゃないっすか、それ。 だと俺は思う、ね、おお<ー> <laughs> すげえ <laughs> 本当だよあれはね気持ち悪かったねあの頃はねえ当になんかこう世の中が二つ折りからなんかこう相棒になってってっていう、うん、ねえいろんな過渡だったからね。あああ。うん うちのお店にも、なんかあの、なんてうこう、携帯にこんなにいっぱいストラップ出て、うん、なんか目の前にと <laughs> 鼻の上と白くした顔の黒い女の子たちがよく来たんだけど、その子たちの中でもやっぱりでもそういう、なんてのと死んにちょっとこう興味のある子なんていうのがいてね。うん。で、そういえば、この間のあれってすごい、 ええ、かったよね、って話してんだよ。友達と、はい、あそこのさ、トンネルやっぱやばくないって話してるわけ。うん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 。で、それこう聞いてて、あ、なんかどっか、あれだな、男連中がどっか行ってきた話してんだな、と思って。うん、おい、飲む飲むったら、あ、いただきまーすって。で、こう出してあげるじゃない。こんな投げつ詰めてさ。はいはいはい。お前ら、本当にだって学校行ってんのって言ってますよ、ちゃんと。 その爪って取り外し可能なのそれ。いや、そのことあるわけないじゃないですかカチ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 ってなってそれいや、今なんかさ、トンネルの話したじゃん。それってもしかして、あの、そこのら、えはい。あの、旗トンってやつね。旗トンネル。旗トンネル。うん。はい。もう今はもう通行できないんだけど、多め、 東京の青梅側から埼玉反応側に抜けていくためのもうあのー、車一台しか通れないトンネルがあるんだわいやあったんだ。うんうん、でそこはもうそういったいろんな怪現象が起きるんで有名でさ。はあ。もともとは本当のその元になるものは一体何が <laughs> 起こってそんなそのこうだケーがついたのかは分からないんだけど。 でも、なんか本当に、うん、はたとんっていうのは、もうこの界隈の連中どころか、都内住んでる連中だってみんないてたんじゃないかなと思うんだよ。で、俺さ、あのー、実はね、こんなとこで店をやっていながら、こういう言い方もおかしいんだけど、たまたま間違って、 迷い込んでったことはあるんだよ。え迷い込んでいくようなとこじゃないっすよ、あそこっていうから。いや、そうだよなって。だけど、本当にね、ちょっと道が渋滞してて、もう16号がね、相模方面から帰ってくるときに、16号がガッチガチで全然動かなくて。で、まあ、とにかくもう左、ね、この道が混んでんだから、 どっかこっちへ回って、こう行きはいくら遠回りでもこっち側へ出るだめっていう、じゃあ愛な考えから左へ曲がってで、どん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 こう道が寂しくなってって、そのうちに山道みたいになっちゃって、その先にボンとあったんだよ。出るわ。くにゃ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 って行くといきなりボンと出てくるんだよな。あ、そうですそうですとお大目から大目側からだとそんな感じですよね。そうなんだよって。 んで、そこの手前に、あのー、大きな病院があるんだろであそこからその出てきた救急車とね、俺ね、本当にちょっと、あのー、危なかったんだよ。って言ったら。いや、だから、トンネルにね、至る手前に、左側のところに、でっかい病院があるんじゃないかって。あそこからさ、救急車がさ、 全然最後も何にも見ないと思って、ビャーンと飛び出してきて、危うくてぶつからどとこだったんだよ。びっくりしたよ。ってこう言ったら、その女の子たちが、うわーって、なんじって、うわ、ん、ーって言うたよ。はい。何よ何よ、その、のんな怖い話じゃねえだろ、別に。言ったら、それって、 わかりますよ。私はわかります。で、私はわかる。私はわかる。って。あるトンネルの、ずっと登り、上っていくところの、その手前のところ、左側にある病院ですよね。そう,そう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 。やべえ。やべえ。その話やべえ。って言うのよ。はい。何がやばいんです。どうだう、救急車だとなんてぶつかっちゃったらの、いろいろ大変でもってめんどくさいらしいよって。そんなこと言ってんじゃないっすよーって。はあ そのでで病院って廃すよ,って言うんだよああもう出た <laughs> もううんあのねえっ、ー、と上木台病院、はあ、っつったからなんとかっていうとにかくその心霊スポットで有名なとこだったらしいんだ心霊スポットなんすねうん、はああそれでうそれがやっぱりそのういろんなそのテレビ番組なんかも入ってるらしいよ うんえ入ってるらしいんだけどでも俺は高校、うん、と明かりがついてて普通玄関にも明かりがついてて、はあ、そっから飛び出してき救急車だったの俺もうはっきり覚えてるからね明かりも見てるんすねはあうん仮,仮機大病院だったからなこれもご,ご存知の方コメントでぜひ。 で、俺はもうとにかく、前から言ってるとりそういうところ歩かないけどね、そういうところ。うん。うん、それで、もう、めちゃめちゃ有名なところですよ、そこ、って言われて。うん。よし、じゃあ、俺は、あれだぞ、そういう中は歩いたりしないぞ、絶対に。歩いたりしないけど、そのトンネルくぐるのも怖いから嫌だから、大目側からぐるーんと回って、ちょっとその、えー、病院のところ行ってみようって言って。はい。 その頃のチャラいお兄ちゃんたちと、その顔の黒い女の子たちと、うん、で、割と体あれおじさんを2人と3人とろう、うん、2>, 2、3台の車で行ったんだよ。お<ー>ほーんとに俳句なったよ、えー。え、もう見た目もボロボロな感じですね。うん、えー、うわー。ね<ー>すごっ。<laughs> 懐かしいね。<laughs> えー、みんなもいいおばさんになってるんだろうけどね、<laughs> ああ、そうですね。でもそのことは覚えてるでしょうね。だういまだに顔黒かったの面白いな。<laughs> <laughs> 信念を貫いてね。<laughs> <laughs> はあ、いろんなことあるよ、本当にね。ねえ。 いや、最初のチェーンメールにちょっと戻るんですけど、うん、あの、多分ね、それ、すごい流行ってたから、そ恐怖写真とかを受け取った人何人もいると思うんですけど、え、これ本当に霊界から送られてきてたら、すごいよな、怖いよなってみんな思ったはずなんですよ。そうだね、思ったのて、ね、と。はい。でもまあ、送り先誰誰って書いてあるから、あいつ怖いの送ってきやがって、でも霊界やったらすごいなって思ってたやつが、 うん、実際霊界から送られてきた可能性があるっていう。<laughs> <laughs> これすげえなぁと思って。その可能性はあるわなぁ。や。ぇ。いやー、だい大体あの絵何だったんだろうって感じだよ、ほんと。ああ、ああ。その、えっと、人、え女性が映ってたんでしたっけうん。その女性の服の色とかついてないんですかいや、もうね、とにかくね、例えば、えー、 こう、画面が、こう、た、縦長にこうあるとすると、はい。上、上から、もう、あ、髪の毛なんだよ。ド、うん、って、こういう感じで、<あ>顔がこう、こうあるじゃないそれはわかるわ。はい、でも、とにかく全体的に、こう、斜め下を向いてる感じを、こっから撮ってる感じで、<あ>その表情なんか読み取れないんだけど、全体に黒いわけよ。ああ<ー>。うん。で、本当にその真っ黒く塗った墨を、 ちょっと白っぽい灰かなんかをつけて、こう、こう、こう書いていくとこんな感じになるんじゃないかなっていうような、でも写真なんだよな。はぁ<ー>。絵ではないで。へぇー。うん。誰がどうやって撮ったのか知んねえけどさ、なんの、でもそれから俺ちょっと同じような背景をね、まあなんだろう、怖いもの見たさでも探したんだよな。<お>例えばグーグルとかあの頃のインフォシークとかさ。はい。 ああいうのを使って黒、黒背景画像、怖い、幽霊、女、黒い女といろいろ検索したんだけど、一切出てこなかったね。ああ、そうなんですね。うん、え、その画像知ってる人いるんですかねいるかもしれないね。もしいたら皆さんちょっとぜひ教えてください。うん、ああ、知りたいです。うん。へえ<ー>。あの、貞子みたいな感じではないんだよ。これああこういう感じでしちゃダメなんだよ。ああ サドコみたいに髪の毛が前にザーッと来ちゃってる白い着物着てるじゃないんだよ。うん,うん。お服なんかもどういう色かわかんない。とにかく髪の毛がもうメインだから。<laughs> はあ。髪はもう長い友達だから。はあ、<laughs> <laughs> すげえ。そなお話でございました。うわあ、強烈ですね。<laughs> 中村パウチゴーストコンテンツチャンネル登録をよろしくお願いします。